古川靖知事は6日、記者会見し、任期満了に伴う来年春の佐賀県知事選に参戦を目指して立候補することを表明しました。今日、私は三度来年の春の佐賀県知事選挙に立候補したいという意思を固めました。県庁であった記者会見で、古川知事は無所属で立候補する考えを示し、政党からの推薦などについてはこれから後援会と協議するとしています。古川知事は鳥栖市で計画が進む重粒子線がん治療施設建設や県立病院厚生館の移転新築などを挙げ、手掛けてきた事業を花開かせたいなどと立候補の理由を述べました。古川知事は2003年4月の知事選に無所属で立候補し初当選、2006年に再選を果たしました。